もみ先生、私聞きたかったんですけど、私から言うのはちょっともったいないんで、プーちゃんが言ってくれます。でも、小室さんがどうしても聞きたいって言ってたよ。よかったもん。一発殴っても大丈夫、私許可される？ダメ、決まってるだろ。カメラ、1ヶ月辞職するらしいです。1ヶ月辞職？うん。おかえりなさーい。ただいまなさーい。おはようございます。おはようございます。会場レストラン行きません、もみ先輩。会場レストラン、ご飯買いにです。はい、行きたいです。行きましょう。なんか新しい人が来てるみたいなんですよ。おお、あ、違った。でもあれ、もみさん暑いですよ、その格好。今日寒いから来てるんだよ。暑いですよ。先生、なんかいろはが聞きたいことあるらしい。違う。もみ先生、私聞きたかったんですけど、私から言うのはちょっともったいないんで、プーちゃんが言ってくれます。でも、小室さんがどうしても聞きたいって言ってたよ。小室くん、何？しょうがないな、乗ってあげるよ。乗ってくだ、おい、みんな乗って乗るな。何した？行かせねえよ。おい、じゃあ、ダブル頼んだね。ランプをつけるな、ランプを。ダブル頼んだね。とりあえず会場レストランで会おう。来てもらってもいい？会場レストラン集合ね。どうしたの、そんな。はい、もみ先輩、驚かないで聞いていただきたいんですけど、はい、もみ先輩の得意料理って何ですか？え？え？料理？はい。料理はどこから料理ですか？料理はまずあれじゃないですか？食材を買いに行くところからじゃないですかね。買いに行く？はい、買いに行って、でそれを超調理しやすいように切って、包丁で切る。そしてその後、まあ調理方法にもよるんですけど、炒めるとか火を使ってね、煮るとか、そんな感じじゃないですか。火を使うのが禁止なので。え？火を使うのが禁止？家に、はい、あの保護者がいないと使っちゃダメで。何やってんねん。もみ先輩、やられたー。火を使うのが禁止なんですか？イロハさん、あ、これ行こう。これここ、あ、ここか、ここか。もう本当にやだ。降りるな。何やってるんですか？さーい。まあ確かにライデン難しいですよね、早くなっちゃってね。違う、降りるの早かったんすよ、銀さんが。俺だからイージスゼロは、まったく。我が組織の問題組織だ。ひどい、見てたでしょ。特に真城先生とプーちゃんはね、イージスゼロを全く見てたよね。めっちゃ早かったよね、降りるの。プーちゃん顔痛かった。プーちゃんの顔見たかった。挟まれてたもんね、ここでね。痛かったよ、ベギーさん。じゃあもう請求してくださいと、井野さんじゃ私に。痛かった。イージスゼロに困ったもん。ねえ、頭殴ってもいい、これ。痛かったもん。一発殴っても大丈夫、私許可される？ダメ、決まってるだろ。早く請求してください。いや、俺で大丈夫です。バイトなんか、おらはい、オッケー、じゃあ行きましょう。はい、お買い物。実際この車なかったら俺ダウンしなかったぞ、多分。すごい、みんな集合な。おはようございます。おはよう。おはようございます。おはようね。皆さんもおはようございます。おはようね。これパジャマでしょ？あ、パジャマ。みんなちゃん今日ずっとパジャマで。あ、もう今日はちょっと作業日だからパジャマ。あ、そうなんだ。そうそう。用事だけやってる感じ。そっかそっか。頑張ってね。うん、ありがとうね。鳥野さんも大事にね。あ、偽名呼ばれるとき恥ずかしいから、名前適当に吉田にしておきます。あるあるだ。いってらっしゃい。あれ、キューキューちゃんの皆さん、個性強いな。ハンバーガーさんがお勤めです。おはよう。おはよう。すごい並んでる。大人気だ。大人気だ。白イルカのバブルガム先通りましたけど、ね。準備します、少々お待ちくださいませ。声でかっ。大変、喉壊れない。こんな声でかっ。キャラ、こう
ココネちゃんおはよう。おはよう。いや。おはようございます。おはようココちゃん。いっぱいだ。おはようモモちゃん。いっぱいいるね。帰れるよ。球体。なんかどれが個性強めの人が 0.04 とかにしないと。あ、何の人？おったどーっつって、はい、こちら救急隊ももみです。こちら皇帝、パレット銀行の犯人を北署に護送してるから北署まで一人お願いする。はい、かしこまりました。ではでは、失礼。失礼。パレートが始まって北署に犯人がいるから北署に来てほしいそうなので、誰か送ってもらってもいいですか？了解。了解です。はい、お送りします。はい、お願いします。参ります。倒れただけ芸人。あ、やばい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 、立て込んじゃってるみたいな。いろはさん。オッケーオッケーオッケー、参ります。なんかクロウくん悪かったのかなと思ったけど、イーロハ説出てきたな。違う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 、待って、ももみ先輩、ももみ先輩違いますよ、ほらちゃんとシートベルトつけてて降りるタイミングがちゃんと大丈夫だったら死ぬわけない。だってそら今ももみ先輩とプーちゃん死んでないじゃないですか。はい、うん、そう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 。でもめっちゃ体今もちもちになった。ごめんなさい、ごめんなさい。でもほんと初速が速くて、まあそれはそう、狭くてあそこがちょっと狭すぎてなるよね。そう、ごめんなさい。そうか、そりゃしょうがないな。お娘、やっぱドリルが悪いな。やったやった。じゃあ北署行ってきます。お願いします。はい、お願いします。気配消えた。いませんでしたね。あ、よかった、通りなくかかっただけか。よかったよかった。ボブちゃん、どこに？ボブちゃん、どんな話をしてたんだ？いつ？もうここだな。もう電光板見てたんだけどな。電光板って何ですか？ ATM ですよ。テレビのこと？どうですかね。掲示板かこれ。ああ、掲示板。ことが書いてるな、これな。あなたには関係ないことですよ。警察署長は何だった？どうなったの、警察署長とは。ああ、昨日の話か。ああ、かな、一ヶ月辞職するらしいです。一ヶ月辞職？うん、うん、そのままの流れだ。目の前で押すな、マシオさん。そんな、うん、一ヶ月辞職？でも、マシオさん昨日聞いただろ、ボブちゃんも市民に対して、うん、愛すべき市民に対してこの愚民どもがあって、そうなの？そうですよ。うわぁ、対応間違えてしまったな。そうですよ。で、部下の昼山本が、言葉を選んでくださいと止めにかかったんですが、もうそれは遅かった時は。なるほど。うん。で、マー君も止まることなくな。ああ、うさ、この愚民どもがうん。仕事だ。開き直ったかな。ちょっと行ってきますね。いいよ、やめてやるって。行ってきます。お願いします。お願いします。お願いします。気をつけてください。お仕事無理しないでくださいね。はいよ、今日も頑張ったな、ボブちゃん。はい、さよなら。はい、バイバイ、行こだ。ほら
きまる5号行きます。お願いします。ありがとうございます。嘘ばっかりやがって、どこがどこまで本当か全く分かんない。嘘と本当を織り交ぜるな。くねくねくね、ふぅ、わくわさった。